俺は中田敦夫、どこにでもいるサラリーマンだ。随分と暖かくなってきたな。今日は休みなんで友人の家に向かってる。こいつは大学時代の友人である稲川泰造。敦夫、待ってたよ。いつ見てもすげえ家だな。見ての通り重度のホラー映画オタクだ。学生時代はよくこいつの家に集まってさ。このシーン本当に人が死んでるんだよ。嘘だろ。みんなでホラー映画を見たもんだ。今日は学生気分に戻って映画を見まくるつもりだ。ちょっと昔のやつだけど、これ見てみないか？ポルターガイスト。スピルバーグ制作か。いいね。大学時代はよくこいつの家に集まってさ。ホラー映画鑑賞会の始まりだ。昔のホラー映画ってあんまり怖くないよな。演出が大げさでさ。実はね、この映画、裏話の方が怖い呪われた映画なんだよ。呪われた？話を聞くと、この映画ポルターガイスト、続編が出るほどヒットしたのだが、関係者が相次いで開始するというとんでもない不幸に見舞われたのだ。それもそのはず、この映画には骸骨が出るのだが、レプリカじゃなくて本物の骸骨を使おう、安上がりだしナイスアイディアだろうと言って本物の骸骨を使ってしまったらしい。たたられて当然だな。映画の裏話ってのは案外面白いもんだ。他にもそういう映画ってあるのか？もちろん、有名なオーメンも呪われた映画なんだよ。オーメン、これは悪魔の数字666の技を持った子供をめぐる有名なオカルトホラー映画だが、実はこれが相当呪われた映画らしい。撮影前から怪奇現象が相次いだ本作、しまいには主演俳優の息子が撮影後に謎の拳銃自殺、他にも不幸すぎる事件が相次いだ。しかもね、撮影スタッフの恋人が事故で首を切断されちゃったんだ。首切断ってまさにこのシーンじゃないか。そうなんだよ。実はそのスタッフというのがまさにこの首切りシーンを担当していて、しかも事故現場の標識にはオーメン 66.6km と記されていたらしい。なるほど、それは確かに呪われてるな。そうだろう、面白いだろう。敦夫もホラー映画オタクになってきたな。いや、それはない。そんな俺に一つの疑問が。呪われた映画ってのはいろいろあるみたいだけど、世界で一番呪われた映画って何なんだ？いい質問だね。この世で一番呪われた映画、それは間違いなくアトゥックだよ。アトゥック？変な名前だな。じゃあそれを見てみようぜ。残念だけどアトゥックは見れないんだ。どうして？この映画はあまりにも呪われすぎて完成すらしなかったんだよ。なんだって？この世で最も呪われた映画アトゥック、これはもともとコメディ映画だった。これは面白い、大ヒット間違いなしだ。脚本の完成度は高く、スタジオは制作に乗り気だったらしい。そんなアトゥックの主役に選ばれたのは超売れっ子俳優。この映画でまたヒットを飛ばしてやるかな。全ての準備は整い、あとは撮影するだけだったのだが、撮影開始の直前、滞在先のホテルでなんと主演俳優が急死、撮影は当然中断された。これだけなら不幸な事故で終わりだったのだが、次に抜擢された主演もスタジオに向かう途中で交通事故に遭い、またもや死んでしまった。その後も主演に選ばれた俳優の死が続き、5人目の死でついに制作は永久凍結、呪われた映画アトゥックとして有名になった。本当に呪われすぎだな。どんなバチ当たりな台本だったんだ？実はアトゥックの台本は全て行方不明、内容は謎のままなんだ。偶然とは思えないな。まさに事実は小説よりもきなりってやつだ。